こんにちは。こんにちは。突然ですがお二人は、聴覚に障害がある子どもたちとコミュニケーションをとる場合、どのような手段があると思いますか？筆談とか、あとはやっぱ最近はタブレットとか手話がね、結構一般的に使われてるかなって思う。確かにそうだね。最近ドラマでもやってます。あのフーリンやってましたね。結構ね、あの話題になりましたよね。なんか、はい。実はですね、今回お二人にはその手話教室に参加してもらって、聴覚に障害のある子どもたちと仲良くなってもらおうと思います。あ、でも何もわかんない。そうですね、何の手話の知識もないので、大丈夫かな。でも頑張りますか、二人でちょっと楽しんで頑張りたいと思います。頑張ります。福岡撮影中、出ますね。で、ここかな。失礼します。あ、すごいやってます。ちょっと聞いてみますかね。すみません、こんにちは。こんにちは。この教室はどういうものなんですか？福岡県が開催している親子手話教室というものになります。福岡県では聴覚障害のある人が日常生活や社会生活を安心して送ることができる社会を実現するために、福岡県手話言語条例というものを制定して手話の普及啓発に取り組んでいるところです。今日のこの教室に参加されている方々はどういう方々なんですか？聴覚障害のあるお子様とそのご家族の方が参加しておりまして、大体30名ほど参加しております。このような教室を開催することで、乳幼児期から手話を学ぶ機会を確保し、手話でコミュニケーションを取る楽しさを学んでいただきたいと考えております。手話で会話できると、もっと楽しいと思いますね。確かに、私たちも参加していいんですかね。もしよかったら参加してみてください。いいですか？はい、ちょっと今日いろいろ学べたらいいなと思います。福岡撮影中、こんにちは。こんにちは。あの、自己紹介をしたいんですけど、ちょっとそのやり方を教えてほしいです。わかりました。あらまき、あらまき、みさき、あらまき、あらまき、みさき、そうです。いちむらあいり、手話はいちむらあいり。よろしくお願いします。上手。これなんだ。僕たちみたいに拍手だと聞こえないから、目で見て手のひらが見えるようにしてするための拍手です。なるほど。今からみんなで一緒に手話を楽しみたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。福岡撮影中、今から本の読み聞かせ、はい、でも手話で、してくださる、すごいよね。3匹のヤギがいます。小さいのと大きいのと、名前はガラガラドンという。小さいのと角が後ろ向いてるのと角が前向いてる、覚えた？こんなできるようになったら楽しいだろうな。表情が豊かですね、手話してる方って。それは、伝わるものがね、たくさんありました。想像できる。ああ、確かに。絵は動いてないけどさ、本当にその絵の中のさ、ヤギたちがさ、動いてるような感覚になって、福岡撮影中、手話ももちろん大切だけど、イメージを作るのが一番大切です。道具があるから
見て自分で考えて答えてほしいな。例えばはい、野球ですよね。スイカ割り、スイカ割り当たりです。ウサギ頑張って、できるかな。いきます。歯磨き当たり、すごい。はい、分かった人、はい、ギター、当たりです。ギター、福岡撮影中。次のゲームはもっと難しいゲーム、なんでしょう。後ろを見て、ジェスチャーゲーム。はい、皆さん前を向いててください。大きな声で言ってもらっていいですか。バスじゃない、もっと簡単な、もっと簡単な。車当たりです。行きます。OK 当たりです。 OK、じゃあお願いします。なんだろう、はい、で、こうやってくれる。正解、当たりです。難しい。手話問題いきます。どうですか。はい、どうぞ。靴当たりです。靴。福岡撮影中。今日は参加してみてどうでしたか。娘の子供がですね、耳が悪いということで、こういうあの行事にちょっと一回参加してみようと思って、今日初めてですか。初めて、そうですね、手話を覚えてみたいなと思って参加させていただきました。とても勉強になりました。今日は楽しかったですか。楽しかったです。手話はいつからやってるの。5歳ぐらい、妹と弟が難聴で、お母さんと一緒に手話を習ってすごい。子供が今あのひよこ組で、通ってるので、その手話教室には毎週参加してます。やっぱ難しいけど楽しいですね。そうですね、難しいけど覚え出したり、あの通じ合うと楽しいなと思います。福岡撮影中。はい、お二人今日ね、はい、手話教室に参加して、はい、もう手話なりジェスチャーなりはもうバッチリ覚えたと思うんで、バッチリ HKT の曲、はい、のタイトルをどれでもいいです。伝わるかどうかやってみてください。はい、好きめっちゃそう。じゃあ桜みんなで食べたでしょ。いいですか。手話じゃダメですよね。手話でもいいよ。手話いいですか。できんの。いや、ちょっとちょっとだけちょっとだけでもできたら、スキップ正解です。ちょっと手話使ってるじゃん。手話使ってるじゃん。やばい。桜みんなで食べた、やばいな。桜みんなで食べた。
で食べた。雲？食べたから。あ、わたあめ？桜。雲？お花だもんね。桜。桜？うん。お、うんうん。桜。みんな、みんなで、みんな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 で食べた。花見会？花見会？はい、終わり。はい、みるんさんの勝ち。やったー。ちょっと、しわはちょっとずるい。豪華撮影中。終わりましたね。はい、手話教室が終わりました。はい、あのファンの方に近くに。うん、障害が方がいらっしゃって、うんうん、いつももどかしい気持ちでこう、うん、筆談していたので、うんうんうん、これからちょっとずつ確かに少しずつね身につけたいなって思いました。すごい楽しかったです、うん、ね、言葉で伝えられない分、うんうん、こう顔の表情だったり、うん、ジェスチャーとかも大きかったし、そういうなんか伝える力っていうのがやっぱ大事になってくるんだなっていう、なんかこれからねちょっと身につけれたらいいなと思ったし、楽しかったです、はい、本当に、うん、ね、今日の手話教室や手話言語条例はあのこの動画の概要欄にリンクが貼ってあるので、そちらをチェックしていただけたら嬉しいです。はい、はい、というわけで、というわけじゃなくて終わりです。負けた人には罰ゲームあるじゃないですか。ということで一発芸お願いします。忘れてなかったか。忘れてないですよ。じゃあもうサクッといっちゃいますね、はい、締めちゃってください。これ締めで、サクッと締めで締めで、はい、いい感じでいきます。じゃあ一発でいきます。はい、いただきます。冷やしピース以上です。、はい、チャンネル登録お願いします。